こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンのクリックをぜひお願いいたします。今日はまたまたヨーロピアンプロに関連する話で、ビッグラミー出るやべえとかいろいろ話したんだけど、この大会で1名のボディビルダーがプロデビューいたします。そしてそのプロボディビルダーは IFBB プロで1番なんです。1番すごいんです。その男の名前はジェイミー・クリスチャン・ジョハル。2018年に IFBB プロになったジェイミーは2年後の今年 IFBB プロボディビルダーとしてデビューします。デビュー大会がビッグラミーなど強豪揃いなのはすごいいい経験になるし、もちろん勝つという気持ちは持って臨むとは思うんだけど、これから先のプロ生活一発目としては最高の大会なんじゃないかと思います。そんなジェイミーは何がじゃあ IFBB プロの中で一番すごいのか、それは身長です。今身長が最も高い IFBB プロボディビルダーとして彼は君臨しています。身長が高めで言うとビッグラミーが178センチ、モーガン・アステが190センチ、有名選手で言うとモーガンが今一番背の高いボディビルダーでしたが、ジェイミーはそれを超える195センチのボディビルダーなんです。昔で言うと193センチの IFBB プロとしてグレッグ・コバックスっていう人がいましたが、その人よりも高いジェイミー、彼より背が高いIFBB プロって今も昔もいないんじゃないかな。 IFBB プロ史上最も背が高いボディビルダーじゃないでしょうか。アーロン・リードっていうねボディビルダーもいて、彼は2メーターあるんですよ。だから身長が高いで言うとアーロンの方がジェイミーよりすごく高いんだけど、彼は IFBB プロではないので IFBB プロとして一番背が高いのはジェイミーになるというわけです。ただ実際問題ね、ボディビルで見ていくと高身長で成功している人ってほとんどいなくて、それこそモーガン・アステが今めちゃくちゃでかくなってるから、来年以降高身長ビルダーとしては歴代で一番活躍する可能性は秘めていると思いますが、筋肉量がかなりつかないと手も長ければ足も長いし、どうも長く見えるから見劣りしがちなんですよね。逆についてしまえば怖いもんなしだし、背が低い人よりも、まあ、つく限度っていうのはすごく上がるんだけど、そのついてしまえばが非常に、まあ、難しい。でジェイミーもポージングを見ていく限りモストマスクラーはすごい迫力がある。でアブドミナル&サイの足なんかもすごいし、足の形特徴的だよね。ただサイドチェストの時は上半身の厚みとか横から見た時の足が細く見えたりするし、フロントとバックのダブルバイもそうだよね。厚みがもう2つ3つ欲しくなってしまう。ただこの辺は195センチも、まあ、身長があるとまだ厳しいところなのかなって思います。彼はそもそもボディビルの世界に入ってね、まだ日が浅いので、この先3年後とかうまくいけば、まあ、かなり化ける選手だとは思う。フロントラッドスプレッドとモストマスキュラー、この2つは今の時点でもかなり強みだと思う。美しくて力強くてかっこいい。パワーモンスターのラリー・ウィールズが最近ダンベルプレスにまた力を入れていて、ついにインクラインダンベルプレス合計約250キロ、要はですよ、片方125キロのダンベルでプレスしているんです。これはアンオフィシャルな世界記録らしいんですけど、ラリープレスの時から、まあ、そうだけど、こういう尋常じゃない重さを持ち上げるっていうのは男を見せつけられてる感じがしてすごくかっこいいよね。だって125キロですよ。ハトクマなんてこの前40キロのインクラインダンベルプレスできて喜んでたのに3倍も違うなんて悲しくなってくる。小玉慎さんが今確か120キロくらいじゃないですか。だからもう慎さんを2人プレスしているようなもんじゃないですか。ちなみにそんなラリーはアンドレイで言うと、まあ、一緒にドバイでゴートレをしていた時にボディビルのポージングを久々に披露していて、彼は去年かな、初めてボディビル大会に出て優勝しているんだけど、今の体重が確か125キロかな。だからそうだよ、それこそ自分を2人ブレスしているわけですよ。でボディビルダーとして活躍することを彼は目指しているわけではなくて、パワー系でまあ頑張りたいラリーなので胴回りとかはがっちりしていますが、それでも125キロでこのコンディション、ダブルバイなんかはかなりでかいですよね。で背中は広さより厚みって感じで、まあ、走行車って感じですけど、だからまあそんなに広くはないんだけどさ、ボディビルとしてのラリーもすごくかっこよかったので、個人的にはビルパンを履いたラリーをまた見たい気はします。それこそ IFBB プロにもなってパワーリフティング系の世界記録も狙いに行ってストロングマンも出たりなんかしたらね、相当すごい人間じゃないですか。本当の意味でのパワーモンスターって感じ。個人的にはそれに加えて全然関係ない隣のアンドレイ・デイのね、
上半身のデカさにも驚かされたんですが、ということで少しでも面白かったためになったと思っていただけたら高評価をお願いいたします。インスタグラムもやっているんで概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。